ホルストガエルは、両性コームビー木赤ガエルカバビナ属に分類される、カエル。日本固有種模式標本の産地は、沖縄島。体長オス10から12.4センチメートル。メス10.3から11.9センチメートル。東腹は、東道町の約39%。背中の皮膚の表面にはほとんど隆起がないが、体側面には、下流状の突起がある。背面の色彩は、 脳肺褐色や高褐色で、目から体側面にかけてと、四肢肺面に黒い斑紋が入る。腹面の色彩は白いが、喉は黒っぽい。口彩は上半分が金色。下半分は赤葛色。前肢の第一肢の内側に肉質の指を持つ。この帽子からは、トゲ状の骨を突出させることができる。帽子第五死外炎の皮膚は弱くだ状になる。卵は直径。 約2.3から2 5ミリメートル種商名ホルスティは、本種の模式標本を採集したホルストへの懸命。赤ガエル族に含める説もあったが、オットンガエルと共に、バビナ族として分割する説もある。バビナ族に、形態から禁煙と考えられ、分子系統解析でも、姉妹軍とされる、八重山原淵がいるにじらな沖縄などを含む説が、有力だが、これらを、 原淵ガエル族にジラナに分割し、大型で、第一子があるなど明瞭な識別点がある本種と、オットンガエルのみを、バビナ族とする説もある。2014年に発表されたミトコンドリア DNA の分子解析では、沖縄島と都家式島の個体群で明瞭な文化が見られるという解析結果が得られている。産地にある森林内の渓流周辺に生息する。夜行性で、昼間は、 岩の隙間や土手に開いた穴の中などで休む。外敵に捕まれるとぼしから骨を突出して、相手を攻撃する。昆虫、ターシ類、サワガニ類、陸生の巻き貝などを食べる。小型の蛇を食べることもある。繁殖様式は卵生。4から9月に、渓流や山地にある湿地の周辺に、直径30から50センチメートルに達する土手で、囲まれたくぼみを掘り、その中に800から1、 零レ零コの卵を産む。妖精はその年の周期か翌年の5から6月に変態し、妖体になる。方言名として、枠チがある。以前は、食用とされることもあった。森林伐採やダム、道路建設による生息地の破壊、人為的に移入された、食肉類による捕食などにより、生息数は減少している。1970年代以前には、名本部 なき村の一部といった本部半島でも報告例があるが、1990年代以降は名護市及び本部半島では発見例がない。2016年に国内気象野生動植物種に指定され、卵も含め捕獲、譲渡などが原則禁止されている。1985年に沖縄県の天然記念物に指定されている。二千五年現在沖縄県のレッドリストでは、 絶滅危惧アイビー類と判定されている。絶滅危惧アイビー類ありがとうございます。